ミスター M さん、こんばんは。ガチンコマッチクラブ第1期生の久保でございます。もともとね、速稼塾という私のコミュニティにミスター M さんが来てくださったんですけども、今度はね、ミスター M さんのコミュニティに私が第1期生として、参加させていただくということでね、ちょっと張り切っていこうかと思います。やっぱり同じような年代だと思いますし、今日私健康診断に行ってきたんですけども、ちょっと体重減ってました。おかげさまで、でやっぱりね、同じような機材使ってホームジムをね、やっぱり一生懸命活用して、すごくシンパシーですよね、共感するところが多いなと思います。それから最近のシリーズね、尾崎豊さんのシリーズとか長渕剛さんのシリーズね、私長渕剛さんっていうのは中学2年の頃から、中学1年かなの頃から、あのレコードですね、 LP レコードの頃から聞いてるんですよ。でやっぱりこう、家族ゲームとかね、ドラマで主題歌歌ったりとかね、俳優されてるのも知ってますしね。まあ、トンボの頃はリアルタイムでは見てないんですけども、やっぱりね、胸熱くした覚えがあるなということでございます。トンボね、やっぱりこうヤクザの役結構似合ってますね。相川翔さんがね、あのなんですかね、射程ってのもなかなか息が合ってたなと思いますし、まあ男気感じますよね。やっぱり我々も昭和世代といいますかね、同じアラフォー世代、私はアラフィフに近いんですけども、なんか本当に共感するところが多くってね、今回お送りした尾崎豊さんの歌声で長渕剛さんの、まあ、ステイドリームじゃない、失礼しました、あのね、例の曲歌ったらどうなるかなみたいなところだったんですけども、あのタニードリームさんですよね、タニードリームさんの曲ですけどもね、マイセルフを歌っていただきましたけども、あれ結構いいでしょ。あれね、本当私もね、たまたまね、見つけたんですよ。マイセルフで検索していたら、たまたまあれが聞こえて、あれ、これ尾崎豊さんの声じゃないかと。節回しまでそっくりなんですよね。これびっくりしましたね。しかも尾崎豊さんの曲をものすごくそっくりに歌うんじゃなくて、もし尾崎豊さんがマイセルフを歌ったらこうなんじゃないかなっていうのが忠実に再現されていてね、やっぱり人の情熱とか可能性には限りがないなと思いまして、私もね、また一から何かを挑戦したくなりました。で、そういった挑戦心もね、ミスター M さんに、教えていただいてるんじゃないかなってところがありますんで、今回ね、ミスター M さんの動画をいろいろと拝見して、私なりに専門家として YouTube とかね、インターネットの特質とか、それから量産の後の振り返り、こういうのをね、できるだけ分かりやすくお伝えしたつもりだったんですけども、いかがだったですかね。励みになるということで、見ていただいたと、本当ありがとうございます。あれは本当私が YouTube パッと上げてね、特にミスター M さんに通知をしてるわけでもないんですけども、見つけてくださって、見てくださったんですよね。お忙しいところありがとうございます。で、リクエストをさせていただきました。筋トレ継続のコツですよね。私の場合はこうやって機材を新しく買うと、やっぱその機材使いたいじゃないですか。新しいおもちゃを手に入れたみたいで。で、やるんですよ。でも、やっぱりね、しばらく経ってみるとね、やっぱ飽きてくるんですよ、機材に。これ私に正直に話しますけども、機材に飽きるんですよ。ということは、今回、何でしたっけ、こういうのをね、紹介してくれたじゃないですか。あれ注文してきたらまたやると思うんですよ。まあ、そのぐらいしかね、私の継続力に火をつける要素は筋トレに対してはなかなかね、生まれてこないんで、今回のガチンコマッチクラブに参加したのも、新しい環境に触れることによって、新しい仲間に触れることによって、自分のモチベーションをもう一回確かめようかなと思うんですよね。まあ、ビジネスのモチベーションって私落ちないんですけども、筋トレのモチベーションね、結構ね、落ちるんですよね。で、今みたいに筋トレをやり始めたのも、将来この何、高血圧とかね、糖尿病とか、やっぱりね、心筋梗塞とか病気のリスクに備えてのことなんですよ。今のうちに体が動くうちにね、40代のうちに50代とか60代の剥がれの体を作っておきたいなと思ってやっております。はい、以上のような形ですかね。で、ガチンコマッチクラブの1期生は現在、10名ということなんで、結構キリのいい数字になりましたね。まあ、この10名もしくはプラスアルファで何名かいらっしゃるのかもしれませんけども、ちょっとね、1週間に1回ぐらいのカリキュラムが出てくるのか、それともなんかのね、腕立て競争とかなんかあるのか分かりませんけども、いろいろと楽しみにしております。ガチンコファイトクラブのね、ノリでやっていければ面白いんじゃないですかね。はい、それではね、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。私のホームジムからお届けしました、ガチンコマッチョになりたい。